はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、バレンタイン企画ということで、まあ、企画というかグラブルの企画を見ていこうの企画なんで、僕の企画ではないんですけれども、本日2月14日バレンタインということで、まあ、新規で、まあ、バレンタインといえばグラブルで言うとオリジナルテキストというか記念テキストが、ね、存在するんですけれども、その中でもですね、数キャラクターは毎回毎年毎年ですね、新しく、1枚絵をもらえるんですね。1枚絵をもらえるということで、ちょっと今回はその1枚絵が追加された今年の新キャラクターっていうのを見ながら、そのあたり語っていこうかなっていう企画でございます。で、まあ今回はね、まあバレンタインデーということで、女の子4キャラクターですね。1人目がアニラ、2人目が、アンスリア、3人目がザルハメリナで、ヒケラ3人からの4人目がアルルメイヤっていうような感じですね。結構尖ったキャラチョイスというか、ヒューマンがいないですね。ヒューマンいない、ドラフとエルーンとハービン2人みたいなヒューマンがいないというのは、まあ、なかなかあれです。まあなんかグラブルの層の厚さを思わせるって感じですが、ちょっと今回は早速、ね、テキストの方を見てもだえていきたいなというふうに思っております。でね、まあ俺これちょっと予備で見てたんですよ。この非キャラクターのラインナップみたいな、最近入手の非キャラみたいな感じで見てたんだけど、アニラがね結構遠いんだよね。まあグラブル、俺だってグラブル2周年か3周年ぐらい目から始めたようなイメージなんですけど、まあ、やっぱ昔は本当に月額課金3000円いかないぐらいな、もう年平均1万ぐらいの課金で生きてたような気がするんですけど、スタレと、サップだけ買ってたみたいなね、まあ、そんな感じの税だったんで、アニラとかかなり取得遅かったんですよね。だってアニラって大昔でしょ、言うて1年目の記念みたいな感じで手に入れてたキャラだったんで、そう考えるとかなり後ろの方にいるんですよね。だってもう非キャラがもう20キャラぐらい取った後21キャラ目みたいな、そんな感じの入手だったんで、ちょっとそんなことに思いを馳せたアニラの確認でした。それじゃあ早速テキスト見ていきましょう。ポン、あ、ここですね。そう、早速来るんですよ。早速来てしまう。ミロ、羊型のチョコ羊羹を作ってみたのじゃ。ミロっつって、ここだよな、ここだよな。ここじゃなく、ここよ。秘密があるのじゃ。そなた、気に入った羊の頭を。ちょっと確認のためにね、ここまで見たんだけど、ここから先見てないですね。ゴリラゴトツはアニラに言われた通り、透明な包装紙で包まれた羊の頭を指先で撫でた。ねえ、ねえ。団長殿が撫でてくれたから。ちょっとムラムラするな、これ。動けるようになったべ。ちょっとムラムラしてきた。おかげで命が吹き込まれたようじゃ。この子も嬉しそうじゃぞ。アニラは羊の羊羹を持つとゴリラごとつの口元にちょんとつけた。チュチュチュ、優しい団長殿、大好き。バレンタインのお菓子あげるべ。俺もこうやってもらいたいな。そういうわけでたーんと用意したぞ。好きなお菓子を持っていくがよい。もちろんこの子もおまけじゃ。俺もこうやってチョコレート、俺こうやってもらいたい。でも羊羹か、俺羊羹っていうとさ、すっげー昔にさ思い出が蘇るんだよね。おばあちゃんがさ、なんかバターロールに茶色いものをつけたパンの塊を買ってきてて、で俺はチョコレートロールだと思って、チョコパンっぽいんだよね。やっとチョコパンだ、おばあちゃん分かってんな、なんかセンス壊滅的な俺のおばあちゃんだけど、たまにはいいもん買ってくるじゃん、パクって言ったら、そのついてたチョコだと思ってたものが羊羹だったっていう俺の中の思い出、羊羹の思い出、チョコレートだと思ったら羊羹バターロールだったっていう。はい、それじゃあ、次キャラ見ていきましょうか。いやでも俺もな、こんな彼女欲しいわ。誰か俺もこんな彼女が欲しいです。安西先生、彼女が欲しいです。ということで次ちょっとザルハメリナ見ていこうか。ザルハメリナもおばあちゃんの系譜じゃない、どちらかというとおばあちゃんの系譜とは、結構羊羹くれそうなタイプ、信玄餅とかくれるかもしれない。ザルハメリナ、チョコレートでは味気ない、いや胸焼けすると思いましたので信玄餅です。ドン、起きた、いきなり。団長さん、あ、かわいい。お疲れ様です。バレンタインデーのチョコレート、
受け取ってくださいね。センスあるタイプのおばあちゃん。今年は隠し味として、はあ、蜂蜜につけた生姜を刻んで入れてみたんです。かわいい。とても寒い日が続きますもの。家庭的。キュン。蜂蜜で栄養をとって生姜で体を温められればと思って。味見をした限りではおかしな味ではなかったけれど、団長さんのお口に合うかしら。どうですか。まあよかった、おいしいと言っていただけて安心しました。たまにはお料理で冒険をしてみるのも楽しいものですね。ジンジャーチョコレートか。こうして団長さんに喜んでいただけるのならなおさら。うまそうだな。おお、ジンジャーチョコケーキうまそうだな。あ、チョコレートか。あー、ケーキ食いて。ジンジャーチョコケーキって言ったらケーキ食いたくなったわ、うん、ということでね、ザルハメリナはね、まあ割かしちょっとこうママの味みたいな、お袋の味系譜なんですけれども、まあちょっとそこを外さずに生姜を混ぜてくるというスタンドプレイをねかましてきましたね、まあ、そういうタイプで、3人目アンスリア。逆にこれ今までとはちょっと違ってさ、アンスリアというとなんか結構ね、こう今時女の子系な、アニラザルハメリ、あ、でももう一人も結構おばあちゃんの系譜だぞ。アルルメイヤはねかなり最初期に撮ったんだけど、アルルメイヤもおばあちゃんの系譜だな、わりかし。そうだよね。となるとおばあちゃんの系譜ってなんだよ。割とこうセンスがね、おふるな感じでいらっしゃるタイプな感じのイメージなんですけど、アンスリアはなんかね、ナウイ、JK みたいな感じなんで、パリピみたいな感じなんで、ちょっとじゃあ、アルルメイヤから見てみようか。絶対なんか、初手ピコーンが多かったけど、これも初手ピコーンじゃない？あ、違う。ああ、団長。ため息。すまない。どうしたんだ？聞こえてしまったかな？俺が話聞くぜ。少し。てか、LINE やってる？大丈夫？ああ、予知夢を見たんだ。話聞くぜ。バレンタインデーの。君の部屋のテーブルにはあふれんばかりの贈り物があってね。ね。そのどれもが傷えぐった俺の心のこもったものだとわかるんだ。急に俺の傷を。君が多くの人に慕われていることはよくわかっているし、私にとっても誇らしく嬉しいことではあるけれど、何分バレンタインデーだからね。少しばかり悔しいというか寂しいというか。うわ、ピコーン、ここで変身だからね。せめてと思って予知夢の中では見かけなかった包装を君に贈るチョコレートにしてみたよ。贈り物の山の上にこのチョコレートが存在していなかった意味を自分の都合のいいように考えたくてね。大人だ。実際この贈り物をどう扱うかはもちろん君の一存にかかっている。ただ少しの妄想を許してほしい。年上の系譜だね。おばあちゃんの系譜じゃないね。全然年上の系譜だ、アルルメイヤ。うわ、なんかこんな俺みたいなガッツキタイプはちょっとこれはあれだね、なんかちょっと大人を感じてしまった。ローマ字ね、大人。完全に今のは大人でしょう。無理無理、リアルじゃ。だってもう上がっちゃうもん俺なんて。上がっちゃうといえば、まあやっぱ年相応ですね、僕たち。アンスリア、そうだろ、俺たちはやっぱな、そういうあんなね大人みたいなことはできないんですよ。だからまあやっぱこう俺互いにね、こう初々しい感じいこうや。アンスリア頼むぜ。ね、お、ねえ、そうそう、こういうの、こういうの、その俺たちこういうの。去年一昨年と団長に本命のチョコレートを渡したじゃない。いきなり本命。あ、違うの、返事を聞かせてほしいわけじゃない。アンスリアってある早口だな、お前、ね、急に早口。考えてみたらちゃんと言葉で言ったことはなかったなって思って。なんかロストパッシオーネって言ってたアンスリアと今年はちょっと普段トークのチョコレートと一緒にニュアンスが違うね。言葉で私の思いを伝えようと思うの。まさかここでビューン、キュン、ね、ハートマーク、ハートマーク。私あなたのことが好きよ。甘い、愛しているわ。
だからチョコレートと一緒に私の茶化さなきゃこの熱に溶かされちゃう。言っちゃった。ああ、茶化さないとこの熱に。本当に言っちゃった。キュッ。それじゃあ私は行くね。あと返事はいつでもいいから。でも私のこの思いが本物だっていうことだけは忘れないで。うわー、ミルクチョコケーキだー、食べたい。ミルクチョコケーキやばいなー、マジで。俺もさ、俺もラブコールされてーわー、女の子に。うん、俺もラブコールされてなんかすごい恋したいなって思った。でも気づいてないでしょ、チェリー。マジかー、なんで俺は一人なんだよ、寂しくなっちゃいました。ということで、今回はね、バレンタインの新キャラ、いわゆるなんかちょっと今なんかはぁーってなったわはぁーってなった。なんでかわかる？もうなんかあー、いやマジで彼女欲しいなって思った。悲しくなったね。俺の横には誰もいない。そんな悲しみを背負いながらバレンタインの1枚を見ていく動画でございました。皆さんもね、まあ、もしこのキャラ良かったよっていうのあったら、ぜひともコメント欄に書いてみてください。そんな感じで、バレンタイン1枚を見ていくでした。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。